はい。武藤瑠衣子さんです。陳述された方々が本当に口々にこの法案に対する疑問とか不安、そして反対の意を表してられたと思うんですね。やっぱり福島県民にとっては本当にこのほとんどの県民の意見がそうなんだというふうに感じました。そして今回福島ではこのようなものが行われて、もう非常に重要な会議だったんですね。だから もっともっとたくさんの人たちに公開されて叱るべきだったというふうに思います。それから福島だけでなくて、もう各地でやっぱりこういう公聴会を開いて国民の声というものを聞いてほしいなというふうにつくづく思いました。始まる前にですね、前の方に出て席がこんなに空いてるんだから入れてくださいとおっしゃっていましたけど、それに対して返答はなかったんですが、何もそのあたりはどうですか。やっぱりそういうこと自体が、ね、公開された公聴会ではないという印象を持ってしまうと思うんですね。だからせっかく席も空いていて、ただ傍聴券も、ね、非常に手に入りにくい、そういう状況の中で行われているということ自体が問題だと思います。これは、議員さんを通して何枚かずつの配布があったようなんですね。で、私の場合はたまたま持ってなかったんですけど、ちょっと譲ってくださる方が会場の中でいて入ることができたので、入れなかった人たちにぜひ入ってほしいという思いを伝えました。最後にもう一だけ、今日福島で公聴会開かれましたけど、その政府の意図というか、そういうのはどのように感じてますか。よくわからないけど、やっぱり福島を制圧してしまえばいいのかなっていうふうに思ってるのかなって思います。やっぱりなんて言うんだろうか、福島県議会が、ね、全員一致でこれを決議した、この秘密保護法案に対しての決議をしたということも一つあるとは思うんですけれども、福島を抑えるということでこの国を抑えたいというふうに思っているのではないかというふうに思いました。はい、はい、これだけ欲しいです。